緊急事態宣言の全国拡大を受けて大手住宅メーカー大和ハウス工業は来月10日まで全国およそ3500の施工現場の工事を中止する方針を発表しましたまた大手ゼネコンの鹿島建設では来月6日まで全国700か所の建設現場で工事を中止する方針を決めたほか大林組も工事の中断を全国に拡大します 清水建設では7都府県に愛知県や京都府などを加えた13の特定警戒都道府県で工事を中断する方針です。